今回の学びたいは県立美術館で気軽にアートを楽しみます。ねえ博士、難しい美術鑑賞もっと気軽に楽しみたいな。そうじゃの、作品をちょっと見ただけではその魅力に気づかないことがあるからの。皆さん、この時期おすすめのコレクション展が開催されていますよ。そこで今回の学びはこちら、気軽にアート鑑賞、県立美術館楽しむ美術館。それでは古田隊員。はい、古田です。宮崎市の宮崎県立美術館にやってきました。これから現在開催されているコレクション展の魅力を調査したいと思います。ということで早速県立美術館で調査します。清水さん、こちらのコレクション展とは一体どのようなものなんですか？はい、楽しむ美術館といいまして、子どもから大人まで、ゆっくりと楽しんでいただけるような展覧会となっています。作品をより深く、そしてより楽しく、鑑賞していただくために各展示室に、いろんなヒントをご準備しています。いろんなことを感じたり、考えたりしていただいて、ゆったりとしたひとときを過ごしていただければ嬉しいです。宮崎の作家はもちろん、海外の著名な作家の作品もたくさん展示している楽しむ美術館。展示室は4つあります。まずは展示室1の作品を見てみましょう。こちらの作品はアンリー・マティスの道化師という作品になります。でマティスは晩年にですね、なるに従ってこういった切り絵の技法で作品を作る方法をとっています。見る人に、まるでこう幸せを運んでくれるような美しい、作品となっています。で他にもですね、ピエロに関する作品はあと2点ご準備しています。他のピエロの作品と比べてみてじっくりと味わっていただきたいなと思っています。こちらは展示している作品に関する物語が書かれたカード。鑑賞した後に関連している物語が書かれたカードを探してみましょう。より作品を楽しむことができそうじゃな。僕もやってみたいな。続いて展示室2へ。こちらの作品は川端玉章の梅金景鳥図という作品になります。古田さん、見た感じどういう印象を受けますか？そうですね、鳥のなんかこうさえずりだったりとか、森の奥にいる感覚になるような絵だなと思います。ありがとうございます。この展示室はそういったあの鳥の音だとか匂いだとか、いろんな五感をですね、味わっていただく空間となっております。で今ご覧いただいたように、色彩豊かな鳥、そして美しい白と赤のですね、梅の図となっています。奥の方に進むと、こちらは彫刻作品、まあ、立体作品を中心に展示しております。はい、なかなかすごいバランスで立ってますよね。ありがとうございます。ぐるっと回って自分のこうご自身のベストポジションをですね、探されてみてください。こちらはですね、青木野恵さんの降り注ぐものという作品になります。降り注ぐもの、はい、なんかこうクリスマスツリーのようなイメージを私は持ったんですけど、降り注ぐものと言われたらなんかまた違う感覚になってきますね。そうですね、少し離れてみていただいて、全体像としてはクリスマスツリーの三角形の形をしているんですけれども、近づいていただいて一つ一つの形を見ていただくと、どういう形に丸ですよね。そうですね、そういった丸い形が連なって、こういった全体像を作っております。で目に見えないものを作りたいということで、水の循環をテーマにですね、作られたりされています。こちらの作品は重さを当てるクイズがありますよ。作品の重量は思ったより重いのか、それとも軽いのか、当ててみてくださいね。さあ、そして展示室3へ。こちらは宮崎を代表する画家、永久の作品が展示されています。筆使い、色使いに注目して展示構成している部屋なんだそうです。必
なり大きい作品ですね。こちらありがとうございます。どんな印象を受けますか。私は海の中の生き物たちがちょっと泳いでるのかなと、まるでそれを表現してるのかなと。なるほど。思いました。非常にこう動きがあると、はい、リズミカルなこう動きをたくさんこう感じ取っていらっしゃるのではないかなと思います。答えはそれぞれにあると思います。じっくりと作品を見ていただいて、いろんな印象をまたお受けいただけるとありがたいかなと思っております。他にも普段はなかなか見ることができない作品を運ぶときに使う木箱や作品を守るための道具などを展示した部屋もあります。撮影コーナーも楽しめますよ。私も撮ってみました。楽しむ美術館、9月12日まで、開催しております。入場は無料となっておりますので、たくさんの方に、ご来館いただきたいと思っております。夏休みの思い出にもぴったりなコレクション展になっているというわけですね。はい、そうですね。いろんな作品との楽しい出会いがあったの。そうですよね。ちょっと難しいと感じていた美術鑑賞も、さまざまな切り口で気軽に楽しむことができますね。楽しむ美術館でアートを楽しもう。そうだね。続いては読書の魅力をご紹介、私の本のコーナーです。私の本、今回は宮崎北高校の大田原勉先生にお聞きします。私の本は若林茂太氏が書いた教育は死なずという本です。長野県の篠ノ井高校という全国から非行生徒を集めて構成させるドキュメンタリーです。非行から立ち直って卒業する生徒代表の話があり、保護者が話をする場面があるんですね。その話の時にもう言葉が、涙が流れ始めて出なくなって沈黙が続く。その時に会場から言葉のないことが一番だという言葉が響いた瞬間、大拍手がわーっと湧いて、教育というのはこんなに感動を与えるだけじゃなくて大きな社会問題も解決するんだなというのは実感で思いました。生徒を一番に考えてやれば、こんな卒業式が迎えれるんだと、そういう卒業式を迎えたいなと思いながら仕事はしてきました。でも実際はそんなに甘いことではありませんでした。生徒が一番の教育、これからもお願いします。続いてはこちら。教員免許を所有しているけれど学校に勤務経験のない方、いわゆるペーパーティーチャーの方を対象に先生の魅力発信説明会を開催します。7月30日県内3会場で、宮崎の教育の状況や先生のやりがい、待遇などについて説明します。個別相談もありますので、先生として働くことに少しでも興味がある方、自分の教員免許がどうなっているのか知りたい方などいらっしゃれば、お気軽にご参加ください。お子様連れでもご遠慮なくどうぞ。説明会の詳細は県ホームページでご覧いただけます。お申し込みはホームページに掲載されているチラシの二次元コードから登録できます。未登録でも当日の参加は可能です。たくさんの皆さんのご参加をお待ちしています。それではプレゼントコーナーです。今月は宮崎海洋高校の皆さんが作ったマグロの油漬け缶詰2セットを5名様にプレゼント。 MRT アプリからの応募が便利です。今月のキーワードと番組の感想を書いて、ご覧の宛先までご応募ください。今月のキーワードは研究発表じゃ。そして学びたい番組のおさらいは県動画ポータルサイト、すなみきチャンネルを見てね。それでは学びたい、また来週です。さようなら。